公的資格の解説をする日やね。今回は秘書検定をご紹介しよう。とても有名な資格ですね。私もいつかは取りたいなと思っています。あなたの場合、現役で私の秘書も務めているから持っておくと良いかもね。そもそもどんな試験なんですかね。実は全く知らないんですよ。秘書検定は秘書のための検定というよりは社会人としての一般常識を学ぶ検定やね。表情、態度、振る舞い、言葉遣い、話し方とか電話対応、メールの送り方など様々な常識を学ぶ。試験としては3級、2級、準1級、1級があって、準1級からは面接試験もあるよ。なるほど、それは役に立ちそうな資格ですね。特に新卒にはおすすめしたいです。主に学生が取得する資格やけど、私の知り合いの弁護士がわざわざ受けに行ってたな。2級まで取ったらしいけど、めちゃくちゃ勉強になったと言っていた。弁護士なのに秘書検定、また変な友達をお持ちで。弁護士ってさ、人より長い間学校に行く上に社会人を経ることなく社会に出るから、意外と常識を学ぶ瞬間がないんよね。試験に合格したら先生と呼ばれてしまうからね。なるほど、むしろ優秀な弁護士さんだったんですね。偉いですね。彼は私の知り合いの中でもトップクラスに優秀な若手やね。弁護士として活動してないけど。弁護士資格を持っているのに弁護士をしていない人は大抵優秀な人説ありますね。間違いないな。彼らにとっては弁護士資格なんてただの通過点でしかないからね。そういう一種の天才たちでも秘書検定の有益性を認めているというのはとても良いことだと思う。ただ難易度は全然高くなくて、2級で 57% が合格するし、1級でも 25% を超える合格率となっている。だから本気で学びたい人については1級まで取っておくのもありだと思うし、印象も良くなるよ。実際のところ人事側から見て秘書検定を持っているとメリットってあるんですかね。秘書検定を持っていること自体でその人の評価が高くなるということはほぼないと思う。多くの人が2級までは持っていて、履歴書でも頻繁に見かけるから差別化はできない。でも秘書検定で学んだことをしっかりと習慣化できている場合は面接でも現れてしまうやろね。だから結果として好印象を与えることができると思うよ。そういう資格だと思う。なるほど、取得した後に面接という実践で生かしてこそという感じなんですね。学生の皆さん、ぜひ秘書検定を取得して面接で生かしてくださいね。あとその後の仕事でも。